ソラ、もう出かけるの？まだこんな時間だよ。私はもう少し寝るね。尻尾フリフリしてお出かけ。いってらっしゃい。あ、カラス。なあ、ぬいぐるみ持ってるよ。あ、逃げちゃった。カラス！飛べないんじゃねえな。よし、もっと石投げろ。てしもた。みすず、なや、無事かいな。うん、どうにか。あんた顔青いで、まだ調子悪いんか。お母さんがスピード出しすぎのせい、髪の毛ぐしゃぐしゃになっちゃった。あんたとちごてうちは忙しいんやん。ちんたら走れるかい。あ、顔痛い。その口癖やめ言うてるやろ。あ、ソラ、出迎えに来てくれたんだ。かわいいかわいい。のんきなもんやな。あんたの感触のたんびにいちいち学校呼び出される方の身にもなってやん。ごめんなさい。診療所の女先生かて困っとったやろ。医者に連れてく頃にはケロリと治っとる。あんたいつもそれやん。あそこの診療所大好き。注射嫌いって言ったら甘いお薬くれた。それは前の先生の時の話やろ。今の女先生は怒ったらおっかないで。カラスなんか連れとったら一発で解剖されてまうで。お母さんが変なこと言うから空が怯えてる。大丈夫だよ。ふぅ。オナ、うちは仕事に戻んで。うん。ごめんなさい。ソラ、行こっか。ちょい待ち。早引けしてきた病人が遊びに出てどうするんや。でも、ユキトさんと待ち合わせ。道端で倒れられたらかなわん。そんなことになったらいくらうちでも駆けつけられへんやんか。うん。頼むで、ほんまに。怒られちゃったね。でも、お母さん、すごい速さで学校に来てくれた。いつもそうなんだよ。だから、迷惑かけちゃいけないよね。みすず、いるか？ユキトさんだ。できるだけ自然にしないと。私、泣くとこ見られちゃってるから。みすず、ユキトさんには嫌われたくないから。笑顔、笑顔。ソラ、私、笑顔になってる？ミスズ。お帰りなさい。どうしたの、ユキトさん。汗びっしょり。走ってきたからな。そんなにお腹空いてたんだ。待ち合わせしただろう。一緒に帰るって。ごめん、忘れてた。忘れて？ごめんね、にゃん。ねえ、ソラ、今日、上手に笑えてたかな？ユキトさんに、変だって思われなかったかな？どうして引き取ったんだよ。何がや。どうしてミスズを引き取ったんだよ。なんや、あの子話してたんかいな。引き取ったんやない、押し付けられたんや。いやいや言うてんけどな。しゃあないな、一人で食うか。そんなこと言ってるから。ダメ。
あいつはあんたに甘えられないんだろう。笑わなきゃダメ。ミスズチームファイト。うち、ほんまの親やないから。そんなの関係ないだろ。あいつにとっての親はあんた一人だ。あんたがミスズのただ一人の母親なんだよ。今さら自覚なんか持てるかいな。何年経ってる思うんや。もう時間が経ちすぎとる。何も取り返すことなんてできん。あんたかいな。一緒に寿司食うか。ごっつうまいで。なんでうち寿司食うてんのや。あの子今体の具合悪してる言うのに、うちは一人で寿司食うとるんかいな。アホや。うちアホやないか。こんなやつおらん方がマシやん。誕生日にもプレゼントあげれんで、何一つあの子に何もあげれんで、それで何年暮らしてきとるんや。いつまでこんな生活続けなあかんのや。あいつの言う通りや。実の親やないからとか、そんなん関係あらへん。うちがあの子といたいだけや。一緒にいたいだけや。もうこんな不安な気持ちのまんま生きてたない。あの子にプレゼントあげて喜ぶ顔見てたい。あの子が苦しんでたらそばにいて励ましてやりたい。決めた。あの子うちの子にする。あの子と生きるんや。橘の家に行ったる。乗り込んで行って脱藩してきたる。あの子をもう誰にも奪われへん子にするまで何日でも居座ったるな。それでええやろ。それがうちらしいやんな。ほら、もうひと頑張りだから。ほら、お参りしましょう。マイカはお願いしないの？神様は本当にいるの？ええ。お母さん見たことあるの？目には見えないの。見えないってことはいないんだよ。そんなのにお願いしたってお姉ちゃんよくならないよ。そんなことない。願い事はちゃんと届く。お願いするだけじゃダメよ。マイカがうんと頑張れば神様は必ず見ててくれる。きっと願いを叶えてくれる。今も神様は見てるよ。しっかりしないと。ほんと？乱暴にしたらダメよ。ちょっと貸しなさい。ああ、まだ新しいみたいね。どうするの？ここに置いておきましょう。いやだ、マイカが見つけたから。マイカの神様だもん。神様は誰のものでもないの。ここが神様のお家だからね。返してあげましょうね。さあ、お願いしよう、マイカ。今ならお願いきっと聞いてもらえるね。神様この中にいるから。そうね。
お姉ちゃんが元気になりますように。サイカが元気になりますように。届いたよね。え？